はい、皆さんどうもナッチです。ではなんかこの扉に、最強の魔戦士がいるそうなので入ります。ほんまでっか、火が青くなった。あー見て、扉がこの門をくぐるがいいみたいなパターンですか。なんか飛んでますよ。その旅の扉の先で魔戦士レギウス様がナッチ様を待っております。リーダー1対1で言ってくださいと。もしもナチ様が勝てばあなた方人間代表の勝利。はい、レギウス様に勝てるわけがないと言って言い上がりました。こっちにはね、開発最新メカとね、サソリがいるんですよ。鋼鉄化した。あれ、ピントが合わないぞ。ピントが合うまでカット。早くありました。さてはやっていきましょう。もうでけえ。さあ行きましょう。ホムラの扉ですね。炎ってことかな。イコールあいつは炎使いか。18階建てとかふざけないでください。まあドラクエのスカウトは 10% ありゃ希望があるということで、この2人で攻撃すると大抵どんなモンスターでも 10% はいくので、うん、まあ 10%、 うんで、まあ5回ぐらいチャンスが大体あるんですかね。5回ぐらいは起こらないんで、パクるパクる。あ、それで気づいたのが、今のデスストーカーでしたっけ。デスストーカーちゃうな。あの、なんたらストーカーってやつが、あの、セバスチャンの色違いってことが、ついさっき気づきました。で、オリハルコの爪をね、戦士のマスターからもらいました。でも、爪は、なぜか、サソリさんと、マシンさん装備できないんで、バルボロスさんに装備させています。いや、サソリはできると思うんですけどね、さすがに。じゃあ、お前のその手についてるのは何なんだよ、みたいな感じですね。では、行きましょう。一番強いと言われているやつです。燃えてますね、なんか。やっぱ、ホムラだけあって。ハガントを褒めるみたいな。これは今からちょうど400年前の樹氷の国。あ、現実か。この旅の扉は樹氷の最も深くに通じているため、木の記憶が見えるのです。なになに？みんながいる。ルギウス様。かっこいいやつか。ルギウス様、ウェーラとホゲイレが戻りました。フェーラ、レイザーはなんとか地底の牢獄に、それが精一杯でした。これでもう精霊石を入手するしか手はなくなりました。私たちがあの予言から助かる術は分かっている。何としてでも手に入れる。人間どもをひねりつぶし、400年後に精霊石を。先ほども申し上げましたが、これは今から400年前の樹氷の国。今から400年前といえば、前回の大会が行われるはずの時。しかし、ルギウス様たちは、このように樹氷にいた。あなた方人間が前回の大会のことを知らないのも無理からぬこと。前回の星降りの大会レジェンドなど、もともとなかったのですから。あなた方は、我らの戦わずとして、精霊石を手に入れたのでございます。この記憶を召したのは、樹氷の木に何か考えがあってのことでしょう。私はそれに寄り添ったまで。
それではね、質問またお会いしましょう。で、戦うと。何だったの今の下りは。来たか。ちょっとここぶれるのはまずいでしょ。はい、OK ですね。ナッチ、これまでお前に戦いを何度か、お前の戦いを何度か見てきたが、その強さは認めよう。最強クラスのモンスターマスターであると。だが、辞表のリーダーとして私は負けるわけにいかんのだ。お前たちに勝ち、絶対に精霊石を手に入れなければならない理由がある。悪いがお前を打ち負かし、この大会で振り出しに戻させてもらうぞ。なんか予言ってやつですね、なんか言ってた。いざ尋常に勝負、行くぞナッチ。これはラスボス BGM かな。お、まさかのこっちの方でしたね。そしてドラゴンを引き入れてますね。バイクで連続攻撃あります。どんだけ連続攻撃だから、いちいちさ、エフェクトでかいくせに威力低いんだっちゅうねん、だっちゅうねん。白竜をちょうだいよ。楽勝っぽい、なんかそんな雰囲気が。ズバッと。お、体力多いっすね。 3D なんで多分スペックが大きいので、こうやってちょっとね盛り上げてるんでしょう。なら、ゾーマとかももうちょっとかっこいい演出欲しかったです。はい、どすこいと。はい、どすこい。よいしょよいしょ。あらあら、ルギウスさん行ったんじゃないですか。負けるわけにいかなかったんじゃないですか。くっ、このままでは。なになになに。何の真似だアルゴ。お前たち、頼む、俺たちのために負けてくれ。精霊石さえ手に入れば何もしない。アルゴ、貴様それでも。ちょっと大事な展開ですね。ルギウス様、この揺れで何も感じませぬか。もうメイザー様を、あなたの兄を救うにはこれしか方法が残っていないのです。この国には一つの予言があった。400年後に精霊石を手にしなければ、ある巨獣に国が滅ぼされるだろうとな。そして今がまさにその滅びの年。私たちはその予言を信じ、大会で確実に勝利を収めるため、魔戦士を最強のモンスターに変える禁断の秘術を手に染めたのです。優れた魔戦士のみが耐えられるその術はルギウス様が受ける予定だった。だが、その術に耐えるにはルギウス様の魔力でも足りなかったのだ。それを悟ったルギウス様の兄上メイザー様は、ルギウス様の身代わりとなり、凶暴な魔獣に打ち果ててしまったんだ。
予言にあった巨獣とは私の兄メイザーのことだったのだ。精霊石さえあれば巨獣となった兄をこの国を救うことができる。アルゴ、精霊石にかけるお前の気持ちは分かった。だが、誇りだけは失うな。我ら魔戦士が誇りを失えば死も当然ではないか。アルゴさん嫌いだ。けれどどうするのです。このままではメイザー様は。ナッチよ、お前の勇気と強さを見て私は目が覚めた。だがピントが合っていないですね。ピント合ってくれよ。こういうシーンは予言にゃ真っ向かな立ち向かいたい。私にお前の力を貸してくれないか。一緒に巨獣を倒すってことですか。まさかピンターまでカットです。ありましたカットする必要なかった、はい、すいません。そんなそれはつまり、たとえ差し違えたとしても兄をこの手で撃つ。兄メイザーはこの旅の扉の先にある地獄の牢獄につなぎ止められている。私の後を追いここまで来てほしい。頼んだぞナッチ。というわけで、なんかすごい展開になってきましたが、とりあえず次回ここに入っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。